リリーカオナオフィシャル YouTube チャンネル。皆さんこんにちは、リリーカオナの小雪とゆうかです。イエイ。本日はお客様からいただいたものがありまして、そちらの企画でございます、はい、なんとこちら、でで、サンリオカレー。かわいい、かわいい、かわいい。でもピンクとかなんですよ。ピンクと青のカレーなの。マイメロちゃんとシナモン、うんうん、あのね、サンリオはね、私のバイブルよ。はい、ピーロに買いまくったからね。これは可愛いよね。可愛い可愛い可愛い、うんうん、ただお味はどうなんでしょうっていう。食べたことないのか。ない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 。いや、意外と美味しいから。あ、そうなんだ。小雪にちょっと味を聞いてみよう、うん、サンリオの本気を、ピーロの本気を。はい、じゃあ楽しみにしてます。じゃあ作りましょう。はい、レッツクッキング。で、揃いました。カレーも温めたので、ちょっとあのこのパッケージのね、再現をさせたい、いきたいんだけど、うん、こっちが書いてる、あ、青って書いてるから、こっちシナモン、はい、で、こっちがマイメロ。え、これでも流すときさ、結構、うん、もう一発勝負じゃない？なんかでもまあ、見る限りダバーっとやっちゃっていいよ。あー、懐かしい、このピンク。初めて食べた時マジびっくりしたもん。見て、うわ、ピンク、うわ、いきます。うわ、ピンク。うわ、懐かしい。匂い全然カレーだでしょ。いや、意外と美味しいんだよ、色の割に。これだけ見たらさ、うん、あの青鬼、赤鬼のやつ、あれさ、ピタゴロ丼。あれみたい、かわいい。よし、ではお顔を作りましょう。あなたはシナモンを作る。うん、というかマイメロちゃんね。マイメロちゃんの耳をハム。シナモンの耳は食パンでお願い。はい、耳を、お耳よく頑張って切ったから。こういうこと、こういうこと。あ、やべ、これ手袋した方がいいよね、衛生的に。ない。でもまあ食べるの自分だし。結構いい感じ。いい感じじゃない。あ、かわいい、耳だけでもかわいい。声でけ、声でけ。愛が深すぎた。こういう感じ。原作再現。うん、なんかすぐ終わりそう。のり、あっちの方が難しいよね、これ。雲とかさ。もうそんな半分ドンでええやん。いいの。あ、ちょっとちっちゃいのか、耳が。まあいいや、まあ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 。あ、やべ、切れた。で、ハサミちょうだい。丸で切るって難しいな。ああ、もう一番難しいかも。で、私は麺玉をこれで乗せるよ。グミ、すごい水色、よかった。もうちょっと麺大きくした方が可愛いかも。いや、でもぽいぽいぽい、原作再現だよこれは。あ、でも可愛くない？うん。あ、うん。え、マイメロじゃない。ちょっと待って、メイの大きさが違う。やば。よちゃつけつけ、ここの子の雑。やばいやばい、この子。これよ。なんでマイメロ好きなの？可愛い顔、キャラクター、存在。マイメロは私の娘だから。ああ。何がなんて。口むずそう。口やばいよ、あんた。お鼻は、ああ、硬い。スプーンでこそごう。あり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 。かわいい、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 かわいい。よし、オッケー、オッケー、オッケー。食べよう。え？やばっ。まだセーフ、まだセーフ。大丈夫、大丈夫。なんか、でもこういうやついるよね。何がいい？あ、わかった。目がさ、ちょっと離れてる。で、いや、もうちょっと鼻らかそう。今、いい踏んじゃった。シ
シナモンむずいもん。シナモン、シナモン、シナモンむずいもん。疲れてんのかな。こっちの方行こう行こう。いいじゃん。で、はんぺんだよ、はんぺん。問題の雲。すごくないこれ、はんぺんをどうやって、やっぱクッキーの型かなこれ。え、そうじゃない。あー、型だね。かわいい雲じゃなくて、芸術的な雲でいくわ。大丈夫大丈夫、うちらリリカ芸術性だから。あ、芸術いい。あ、ちょっと、ね、オリジナリティ大切だからね。そう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 、ありきたりじゃね、この世界埋もれるから。かわいい。はい、OK かな。じゃあこれも、じゃあ最後にね、このプレートを乗せましょう。はい、かわいいプレート。あ、かわいい。やだ、どうしよう、かわいい。え、かわ、か、かわいい。うすー、なんかちょっと下ぶくれ感。ちょっとなんか下ぶくれてるね。なんかあの教育テレビにありそうだよ。こういうキャラクター。お母さんと一緒。で、小雪も乗せます。はい、お願いします。ここに頭に刺す。これあの普通にお米に脳天に刺していいんじゃない。こっちでいいか。ブスッと。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これをはんぺん、はんぺんか、はんぺんじゃない、はんぺん、はんぺん。あ、いいじゃん、いいじゃん、かわいい。いい、完成。よし、完成。イエーイ、完成しました。なんか結構早かったかも。意外と早くね、できたね。もっと時間かかるかと思うと、うちらのことだからさ。あ、でもあったかい、あったかい、まだあったかい、まだあったかい。まだちょっとあったかい。ぬくもり感じる。写真撮っとこう、写真撮ろう。これはもうこの家がピューロ。ピーロになったね。うん、ここ一瞬で玉戦隊になった。この雲かわいい。頑張った甲斐あったよ。じゃあ小雪さんの初めてのピューロカレーの感想をいただきたいな。はい、はい、青いカレーを。青いカレー、どうしよう、どっから行こうかな。いただきます。この辺からね、ほっぺたからグザッと。いただきます。どう。うん。うん、カレー普通にカレーでしょ。美味しいでしょ、うん、でもこれ青色だから食欲減退食じゃん。マジダイエットにいいから。おー、確かに。でも普通に食べれちゃうんだよね、うん、全然食べれちゃう。じゃあマイメロさんもいただきます。うん、懐かしい味。うん、ね、冷めたね、冷めたね。懐かしいの。ピューロでよく食べてたから。うん、一人でさ、ピューロ行くじゃん。あ、そのなんか食堂みたいなところもあるんだ。フード街、うんうんうん、フードコートがあって、1階に、うん、あ、地下1階か、こうにピューロカレー食べれるの。うーん、4階に新しくあのレストランができたんだけど、そこには置いてなくて、うーん、地下1階に置いてあるから、みんな食べに行ってね。あ、マイメロちゃんがどんどん崩れていく。美味しいよ、ありがとう、好き。これ何味なの。普通にカレー。普通にカレー食べてみよう。うん、買っても青いのももらおう。うん、あ、こっちの方が辛いね。そうだね、うん、こっちちょっと辛めだよね。私は好きだけど。よかった、小雪にして。これホタテか。これホタテ。もう何、何かと思ったよ、青色のホタテ。わかるかなこれ。ホタテカレーなんだよ、シナモンは。すごいよ、なんか。すごい、何にの立てようもない、なんか青い物体。いただきます。おいしい。ホタテだ。バグるよね、青色の見た目でホタテで美味しいって、うんうん、脳みそバグる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。結構量あった。結構最後きつかったね。普通のお昼ご飯だね、これ。普通にお昼ご飯だったね。あと小雪さん、あのパンがあったからさ、ちょっと 1.5 倍ぐらいの炭水化物を食べちゃいました。でも美味しかったでしょ。美味しかった、美味しかった、うん、色の割に。そう、青とピンクだけど意外と
美味しいのよ、味はいいのよ、うん、あと結構なんか辛口でちょっと大人の味だよね、うん、なんかもっと甘いのかなって思ったら、うん、意外とスパイシー、意外とそうスパイシーで美味しかったです。だから言うからシナモン食べれないの辛いからマイムロちゃんはまだ辛くなくて、うんうんうん、まあ、あの中辛よりちょっと優しめなのかな、うんうんうん、そんぐらいだから辛いのが苦手でも美味しく食べれる、うん、でピューロで一番辛くないカレーはキキちゃん。あー甘そうそんなに甘くはないんだけど、うん、でも色がちゃんとカレーの色。あーそうなんだね。いや甘そう。だからピューロのカレー初心者はまずキキちゃんから始めるのもありです。辛いのもあるの？辛いのもあるよ。バッとバツマルくんとか、確かバツマルくんがそうだったかも。真っ黒のカレーなの。あ辛そう、バツマルくんのカレー。あと黒みちゃん、あー真っ黒だったはず。辛そう、そう、だってそういうのも楽しいかもね。なんかそのただこうキャラクターわーってする目的じゃなくて、うん、なんかカレー食べに行くみたいな。ピューロはレストラン、はい、でね、この箱の中にもこういうポストカードがねついてたりするので、可愛、うんうん、いね。可愛いでしょ、これ欲しいな。いいよ、あ、やった、全然あげるよしよしよし、ゲッツ、はい、というわけで皆さんもぜひピューロのカレーを食べてみてください、はい、そしてピューロも行ってみてね。はい、それでは今日はこの辺で終わります。じゃあね、バイバイ。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。